こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ジョンズコール前に行きそうです。チーフベアハート、それに続いています。さらにはアンダーアイランド、9番ポットレコード、その後ろシャープキャプテン、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはデイエイト、青の帽子ジョンズコール、その後ろすぐ隣にリトルアルデル、並んで14番アンダーアイランド、オレンジの帽子バックスボーイ、その後ろサニーブリザード、すぐ後ろ並んで7番チーフベアハート、サクセスリュー、すぐ後ろその後ろにヤグリ、後ろからの競馬になりました。優勢トップラン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。このあたりで各馬第1コーナーのカーブに入ります。先頭から最高後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からジョンズコール、先手を取りました。デイエイト、すぐ後ろ並んで9番ポットレコード、アンダーアイランド、それに続いています。その隣にバックスボーイ、これに続いてメルシークロケット、すぐ後ろにリトルアルデル、これに続くのがサクセスリュー、サニーブリザード、それに続いています。後ろからの競馬になりました。優勢トップラン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。これに続いてチーフベアハート、最後方にヤグリ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。このあたりで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでリードソリスト先頭に変わりました。アンダーアイランド、ほとんど差がありません。バックスボーイ3番手、優勢トップラン B1 です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。リードソリスト先頭、差はほとんどない。2番手はバックスボーイ、先頭を捉えるか。あと 200m、 先頭はバックスボーイ、優勢トップラン一気にやってきた。チーフベアハート、ジョンズコール追いすがります。チーフベアハート1着、チーフベアハート1着、2着にはどうやらジョンズコール、勝ったのはチーフベアハート、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはスピンコンサート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくスピンコンサート行きました。続いて前へ行くのはグリーンネイル、さらにはアルハース、10番ウエスタンデュー、その後ろ後方に控えたのがスリーピータイム。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはスピンコンサート、その外からレギュラーシュア、黄色の帽子ウエスタンデュー、その後ろすぐ隣にアルハース、内からはプラウドリーフ、ナチュラルエッジ、すぐ後ろ内からはティーオブラック、並んで4番グリーンネイル、すぐ後ろにプレザントカンプ、さらにはボルジア、内からはスパークローマン、黄色の帽子アメリカンエキスプレス、その後ろしんがりからスリーピータイム。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。さあ先頭はウエスタンデュー、まだ粘っています。スピンコンサート、ほとんど差がありません。レギュラーシュア3番手、さあ待機ブリザード、前を捉えるか。ウエスタンデュー先頭、差はほとんどない。2番手はウエスタンデュー、ウエスタンデュー、さあ果たしてこの足色はどうか。やはり待機ブリザード先頭だ。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。アライドフォーシズ頑張れるか。2番手はボルジア、待機ブリザード先頭だ。待機ブリザード1着、待機ブリザード完勝。待機ブリザード1着、2着はボルジア、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。待機ブリザード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グレートゲイリック、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。クールラッキー、前に行きそうです。ステイサンダース、それに続いています。さらにはサイデンス鈴鹿、7番アローポジティブ、その後ろ後方に控えたのがエイティアーバン。それでは先頭からグレートゲイリック、先手を取りました。アローポジティブ、そのうちに続いています。内からはレジェンドスピン、その外からステイサンダース、内からはクールラッキー、マウントウィング、そのうちに続いています。その外にビジューダンド、その隣にスケベ人間、その外にダッシュシップ、ケアレスアムール、そのうちに続いています。その外にシェイクザヨーク、その外からジュピターキング、その後ろからはルーソバージュ、その外からパドレポンス、しんがりからエイティアーバン。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から7番アローポジティブ、一気に先頭に立ちました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿先頭、残り 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。サイレンス鈴鹿粘る、スケベ人間迫る、サイレンス鈴鹿1着、サイレンス鈴鹿1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。サイレンス鈴鹿、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはレイクマシーン、綺麗なスタートを切りました。メジロブライト、前に行きそうです。ラグビーキス、それに続いています。さらにはグランパドシアター、7番レイクマシーン、その後ろ後方に控えたのがラケットビクトリア。もう一度先頭から見ていきましょう。レイクマシーン先手を取りました。5番メジロブライト、2番手を追走しています。では前の方から、先手を取ったのはレイクマシーン、2番手に5番メジロブライト、その後ろからはファイトフェザー、並んで4番ラグビーキス、ハートオブピエール、この馬もこのグループ、すぐ隣にグランパドシアター、ナッツロード、そのうちに続いています。その後ろにサファリキャプテン、その隣にダンシングトゥルース、すぐ後ろにシルバーペイトリアーク、白の帽子フィアエミネンス、その後ろすぐ隣にアラビアパス、並んで3番ノーブルビリーブ、内からはラケットビクトリア、しんがりからホワイトウォーターアフェア。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番メジロブライト、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、少し間が空いてレイクマシーン、ファイトフェザー、すぐ後ろその隣にラグビーキス、その横にハートオブピエール、その外にグランパドシアター、さらにはサファリキャプテン。各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。なんと先頭はメジロブライト、これには場内からも歓声が上がります。少し開いてレイクマシーン、すぐ後ろにナッツロード、並んで4番ラグビーキス、ハートオブピエール、この馬もこのグループ、すぐ隣にグランパドシアター、内からはダンシングトゥルース、その外からサファリキャプテン、ここでファイトフェザー、先頭に変わりました。2番手はメジロブライト、これは絶好の手応え。レイクマシーン3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ファイトフェザー先頭、差はほとんどない。2番手はファイトフェザー、ファイトフェザー、さあ手応えはどうか。やはりメジロブライト先頭だ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はメジロブライト、残り 200m、 メジロブライト後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はシルバーペイトリアーク、メジロブライト。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。
これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。